に入ったばかりなのに街はクリスマス一色ですね。クリスマス上等。この書き入れ時に稼げるだけ稼いで年越しライブの公演費用を捻出しなくちゃ。私なんかスーパーノヴァのバイトシフト入れられるだけ入れまくったんだから。無理のしすぎは禁物ですよ鈴ちゃん。大丈夫、体力には自信があるから。そういうフーリちゃんは今年はニコちゃんの地元の商店街で一緒にバイトするんでしょ。セールが忙しいとかなんとか。はい、クリスマスセールのお手伝いです。それなのですが、実は少し事情が違うみたいなんです。え、違うって何が？それがその最近商店街のすぐそばにすっごく大きなデパートができまして。クニ、ヤス、人肌脱ぐぜ。ガキの頃から世話になってるこの商店街のためにな。おう。ああ、もちろんだとも。敵はでけえ。だがな、負けるわけにはいかねえんだ。クリスマスプレゼントに何が欲しい？内緒。どうして？ちゃんとサンタさんにお願いしたもん。だから内緒。教えてくれたっていいじゃない。内緒は内緒。皆の衆、よく集まってくれた。知っての通り、3ヶ月前にオープンしたデパートのせいで武蔵谷商店街の客足は減少。前年比で 30% も売り上げが落ち込んでいる。この危機的状況を打破するためにクリスマスセールを是が非でも成功させねばならん。おう、トミさん、俺はやるぜ。私もよ。デパートの奴らの花を明かしてやれ。ありがとう、皆の衆。だが従来のやり方のままではデパートに対抗できん。よってクリスマスセール特別作戦本部を設置。プロジェクトリーダーはこの俺、そして特別顧問に藤見鈴さんに来ていただいた。ただいまトミさんにご紹介預かりました、藤見鈴と申します。早速本題に入りますが、商店街に来る客層を調べたところ、特に若年層が減少しており、そのほとんどがデパートに流れてしまっています。特に本やおもちゃやブティック関係の被害は甚大。その通りです。デパートの野郎、少しばかり品揃えがいいからってブランド品が何だっていうのよ。そこでこの商店街で働く若い女性は全員この衣装を着ていただきます。おお、いいですな。身も心も若返るようじゃ。異議あり。その程度のコスプレ衣装いな、その程度の露出で果たして商店街に若者が来てくれるでしょうか。このサンタはあくまでもサブ、
メインは私がえりすぐりで集めた彼女たちにこの衣装で頑張っていただきます。ソニコちゃんじゃないか。隣の子も可愛いな。もうわしは若返ったよ。さらにスーパーソニコさんの所属する地元のモデル事務所にも協力を仰ぎました。ご紹介します。モデルの殺戮員大岡さんです。はじめて様、グラビアモデルの大岡であります。商店街発展のために文字通り一肌脱ぐでありますよ。武蔵大の学生にバイト頼んでみるってのはどうだ。可愛い子多いしな。どうして大岡を無視するのでありますか。すずちゃん本当にこの衣装を着るのですか。もちろんよ。今は12月です。この衣装では寒すぎると思います。ニコちゃん、フーリちゃん、全ては商店街のためよ。ちなみに私はスーパーノヴァのバイトがあるから夜しか顔を出せないけどよろしくね。そんな、すずちゃん。バイトの休憩時間、肉まん食べ放題よ。私頑張ります。フーリちゃん。というわけで、ムサタニ商店街は明日からサンタガール作戦を開始します。皆さん、いいですか。サンタガールはただ単に衣装を着て売り子をするだけではダメです。とびっきりの笑顔と徹底したサービスを追求しましょう。商品を買ってくれたお客様は商店街の出口までお見送り、電話やインターネットで注文してくれたお客様への無料配達。チェンジ。どういう意味でありますか。一緒に撮らせてもらってもいいですか。はい、もちろんです。手すきのものは駅前でビラ配り。サンタガールがお出迎え。武蔵谷商店街にお越しください。武蔵谷商店街にようこそ。遅くなってすみません。どうでした今日の売り上げ。全体を通して普段の3割増しの売り上げが出てる。滑り出しは上々だよ、すずちゃん。そうですか、よかったです。でもなソニコちゃんたちが。寒いです。カロリーが足りません。関節の可動域が。はい、ホットジンジャー温まるわよ。何よ、いい若い者がだらしない。すずちゃんはこの格好をしていないからそんなことが言えるんですよ。商店街のためなら頑張れるはずよ。すずちゃん、無茶を言っては。大変だ、トミさん。デパートの野郎、うちらに対抗してアイドルを呼びやがった。アイドルだと。今世間を騒がせている大人気アイドルグループ、ラブアイドル ABC フォーエバーマウンテン109だ。本当に ABC が来るのか。なんでも日替わりでグループのメンバーが来るそうだ。整理券欲しさにすでにデパートに並んでる徹夜組もいる。デパートの野郎、金に物言わせやがって。商店街の若い衆も ABC の名前を聞いて浮き足立ってる。逆にデパートに並びかねない状況だ。なんてこった。ヤスさん、どこに行くんだい。お、俺のじいさんが死にそうなんだよ。行かせてくれ。お前のじいちゃんのファンなんだ。ゆっちゃん、アイドルならここにもいるでありますよ。しかしどうする、トミさん。どうするっても、資本力ではデパートに立ち打ちできん。すずちゃん、明日の朝までに対策を考えます。ニコちゃん、フーリちゃん、それまで商店街を頼むわね。はい、わかりました。お客さんがいらっしゃらなくなってしまいました。さすがアイドル効果、一夜にしてここまで廃れるなんて。この状況ではさすがにもう無理ではありませんか。大岡ちゃん、諦めが良すぎます。そう、諦めるのはまだ早いわ。すずちゃん、昨日寝ないで考えたの。
若い男性客がデパートに取られたのなら女性客をこっちに呼び寄せるのよ。イケメンの男たちを集めてイケメンサンタ軍団を結成し。大変だ、トミさん。ウオマサノ、どうした？デパートの野郎、さらにアイドル呼びやがって。今度は男だ。海外の人気アイドル、ディメンション3。え、嘘、 D3 が来るんですか？商店街の女たちが浮き足立ってる。というか、次々とデパートに吸い寄せられてる。たかだか日本の1デパートが海外からアイドルを呼び寄せるだなんて、採算が取れるとは思えないわ。なんでも買い物500円ごとにスタンプがもらえて、100ポイント貯めたら握手会に参加できるらしい。100ポイント？実質5万円じゃねえか。デパートの野郎、アコギな真似しやがって。お出かけですか？ちょっとトイレに。ちょっと待った。どこに行くつもり？私アンディのファンなの。僕に会いたいの。商店街はどうなってしまうのでしょうか？もうおしまいでありますか？ソニコちゃん、お客さん。はい、お待たせいたしました。なんだか大変そうだけど頑張ってね、ソニコさん。はい。あやこちゃん、どうかしましたか？昨日幼稚園でお友達からサンタクロースはいないって言われたらしくて。いるもん、パパが言ってたもん。本物のサンタさんはいるって。ソニコお姉ちゃんもそう思うでしょ？もちろんいるに決まってるじゃない。すずちゃん、サンタクロースは実在するのよ。そしてひらめいた、ムサタニ商店街を救う起死回生のアイディア。うわい。本物のサンタクロースを呼ぶ？その通り。何を言ってんだい、すずちゃん。サンタなんてこの世にいるわけがない。それがいるんです。これを見てください。世界サンタクロース協会？そうです。ここには協会によって公認された、そう、本物のサンタクロースが所属しているんです。すずちゃん、もしかしてここに連絡してサンタクロースを呼ぶつもりでありますか？もちろん。若者をデパートに取られても本物のサンタクロースに来てもらって、親子連れを商店街に呼び込むんです。なるほど、グッドアイディアです、すずちゃん。けどよ、どうやってサンタに来てもらうんだ？はい、 This is Layla. Could you send Santa Claus to our shopping district? Do it, even if you can't, or I will make you get in trouble. おばあちゃん、すごいペロペロです。サンタクロース来てくれるって。さすがレイラちゃん。よし、本物のサンタ作戦開始するわよ。ムサタニ商店街に本物のサンタクロースさんがやってきます。子供たちにたくさんのプレゼントを配ってくれますよ。お買い物はムサタニ商店街に特攻であります。客足が戻ってきてる。ここまでサンタクロース効果があるなんてな。つかよ、若い客の数も多くね。トミさん、朗報だ。デパートで雇ったガイタレが来日をキャンセルしたらしい。本当か？なんでも契約書に不備があったそうでよ。怒った客が詰めかけて商売どころじゃないってよ。それと様子を見に来たソニコちゃんの事務所のマネージャーが外国人観光客に人気でさ。オーファンタスティックサムライノー忍者ノー狂言歌舞伎。いろいろ違います。追い風が吹いたな、トミさん。あとは本物のサンタが来るのを待つだけだ。いつもありがとうございます。ねえ、サンタさんはいつやってくるの？クリスマスイブにいらっしゃるそうですよ。楽しみにしていてくださいね。うん。
スちゃんのアイデア大成功。あやかちゃん、どうしたのですか？お母さんはご一緒じゃないのでしょうか？あ、あやかちゃん、商店街に本物のサンタクロースさんがいらっしゃるんですよ。あやかちゃんのお父さんが言っていたことは本当で、パパは嘘つきだ。でもサンタさんは本当にクリスマスには外国から帰ってくるって言ったのに。パパは嘘つきだ。嘘つきのパパが言うことはみんな嘘。サンタさんだっていないんだ。あやかちゃん、あやか、こんなところに。ごめんなさい、ソニコさん。いえ。さあ、お家に帰りましょう。やだ、帰らない。わがまま言わないの。やだ。ほら、じっとして。やだ。あ、ソニコさん、イベントを期待してるわ。頑張ってね。はい、よろしくお願いします。もう一人でどっか行っちゃダメよ。おばあちゃん、お父さんは帰ってこないの？お仕事が忙しいみたいで。私の欲しいプレゼントは。ついに本物のサンタとご対面だな。はい、緊張してきました。お、来たみてえだ。おう、ウェルカム、サンタクロース。ほうほうほう、マイネームイズトミー。いや、わざわざのお出迎えありがとうございます。あ、日本語お話に。ああ、私こっちに住まいがあるものでして。急なお願いですみません。お越しいただきありがとうございます。いえいえ、イベント会場が実家のすぐそばですので、ちょうどよかったですよ。おわば、地元の方だったのですか？そうなんです。しかし、サンタさんはなんでサンタになろうと思ったんです？実は一人娘に、本物のサンタクロースはいると言ってしまいまして、それを嘘にしたくなくて、海外出張の合間に公認サンタクロースの試験を受けたんです。すっごく素敵です。きっと娘さんも。あの何でしょう。もしかして、皆さん、まもなくサンタクロースさんがやってきます。欲しいプレゼントは考えてきたでありますか？事前に母親から子供たちの欲しいものを聞いてプレゼントを用意しておきました。プレゼントに番号が書いてありますので、順番に渡していってください。ほうほうほう、オッケー。ではお願いします。それではサンタクロースさんの登場であります。ほうほうほう、順番にサンタさんからプレゼントをもらうでありますよ。プレゼント、ほうゆう。ありがとう、サンタさん。ほうほうほう、いい感じだ。すずちゃんの作戦はほんと大成功だな。そういや、ソニコちゃんはどうしたんだ？ああ、ソニコちゃんなら本物のサンタになろうとしてるぜ。あら、ソニコさん。すみません。あの、あやかちゃんいますか？あやかなら部屋にこもりっぱなしで。あやかちゃんを呼んでもらえませんか？お願いします。プレゼント for you。 あやかちゃん、本物のサンタクロースさんですよ。サンタさん、行きましょう。あやかちゃん、サンタさんはあやかちゃんが欲しかったプレゼントきっと持ってきてくれていますから。本当に？サンタさんは嘘をつきません。プレゼント for you。 ありがとう、サンタさん。ほうほうほう。サンタさん、
Close your eyes.目を開けてください。サンタさん。あやか。パパ。ごめんよ遅くなって。そっか、よかったな、彩香。パパ、本当に素敵なクリスマスです。白い雪が街を包んでく、降りない今夜、吐息は勝利を祝って、カモン。へえ、そんなことがあったんだ。ニコちゃん粋な計らいじゃない。本当はすぐに彩香ちゃんのお家に向かいたかったのですが、お父さんがサンタさんの役目は放棄できないっておっしゃいまして。でも、彩香ちゃんのお願いは叶いました。よかったですね、ニコちゃん。はい。雪。ホワイトクリスマスですね。はい。メリークリスマスです。大宇宙速度、年越しライブ決定。その名も、スーパースーパーノヴァ。愛と平和にロックを添えて精一杯演奏します。次回ここにいます。みんな